皆さんこんにちは板野光雄の超植物チャンネルのお時間です本日は筑波大学名誉教授板野光雄先生に前回に引き続きまして新型コロナウイルスその免疫についてお話を伺いたいと思いますそれでは板野先生よろしくお願いいたしますあ、こんにちは板野ですえー、っと今日はですね新型コロナウイルスに関して集団免疫がもうすでにできてるんじゃないかということを言われてる方がいてでそのあの話を取り上げてみたいと思います これまあ一つの仮説だと思うんですけども言われてるのはあの京都大学の上久保先生それから吉備国際大学の高橋先生というかこの2人が論文出しておられてそこに載ってる話です。前回とか前々回あたにこの交差免疫だとか a d e だとかいろんな話をしてきたのはこの 上久保先生の集団免疫の中でこういう話が使われてるのでそういうことに関して理解してないと話が通じないっていうことでこの逆にこの話を取り上げてみようという話になってるわけですけれども、えー、っとまずですね最初にインフルエンザの話が取り上げられててどうも日本にその,そのインフルエンザのこの感染者数が落ちてる時期と 新型コロナが入ってきたんじゃないかと思われる時期みたいなものとの関係で見たときに入ってきた時期はこの辺なんじゃないかということをその推定をしていますそれでまず面白いなと思ったのは新型コロナが入ってきて感染始めるとインフルエンザの感染者数が減ってるっていうことがかなり数字的に出てきてるので、えっと、少なくても関係があるって話ですよね 簡単に言っちゃうと新型コロナの方に感染者を取られちゃってる部分もあってで少なくてもなんかそういうことがインフルエンザの感染者数を見ると分かるって話から話は始まっていてでこの紙コボさんたちのこの仮説のメインのところは何かというと新型コロナのウイルスの初期のタイプっていうのは少なくとも2つあるってこれはあの 何回前のところで言ったのかちょっと忘れちゃいましたけれども中国の人が分析してたデータの中にあったんですけども一番初期に見つかった2つのタイプっていうのが何かあって上裾さんたちは S 型と K 型と呼んでますけど一番最初の S 型っていうのが10月から12月ごろに伝染した感染力が弱くて弱毒性の一番最初のタイプのものがこれが中国で。 流行してでその次にあの K 型っていうその次に来るやつっていうのはこれは感染力が強かったんだけど毒性が強くなっているわけではないあの感染力だけが高まった K 型っていうのが1月の13日ぐらいのところにこのタイプが現れてそれからその後で G 型っていう武漢で暴れたウイルスものすごくなんていうか強毒性の 感染力も強いタイプが現れたという、こういうそのストーリーなんですけども、日本では、えー、とこれはたまたま日本はなんかずっと中国からの入国する人を抑えなかったんですね、ずっと。で、そのためにその最初はまず、だから S 型が入ってきた後に、G 型も入ってきてで、それからずいぶん経ってから G 型も入ってきて。 それでそれからやっと入り口を抑えたみたいな話になってだから日本では何が起こったかって中国の観光客の方その相当の方がずっと入ってきてたので最初に S 型が日本でも流行してで K 型も流行したとでただこの辺は弱毒性だったのでほとんどなんかこう表に患者さんというかなんかこう症状が現れないでその日本のバックグラウンドにそのかなり感染が及んでしまってそれから G 型が入ってきたと。 ダイアナ・プリンセスは G 型だって分かっているので武漢の G 型の次にヨーロッパタイプの G 型の次のクラスのものがあるんですけどもそれが入ってくるのはもう3月の中旬以降ですからそういう段取りなんですけどもヨーロッパとかアメリカはもっと早く入り口を閉めちゃうんで実は K 型が入らなかったって。 日本では K 型も受け入れて中で K 型が流行したんだけどもヨーロッパとアメリカはもっと早くのか入国を制限しちゃったので S は入っちゃったんだけど K は入らなかったたまたまそのことが日本としてはラッキーな話になって飛行さんたちの仮説としてみたらその時に何が起こったかというと交差免疫のところでお話をしたようにその細胞免疫の方にもあの特定のウイルスに対して本来なんか力が こうついていくっていうことがあるんだけども S 型の細胞免疫では新型のコロナの対抗力がないでところが K 型の細胞免疫だと新型コロナに関する対抗力が実はあるものがてうかそこではできていてそれが日本ではなんかこうバックグラウンドで広がったって話ですねでこれは細胞免疫の方の話なんですけど抗体の方に関してみると。 S, S とか K の抗体に関しては実はなんかちゃんと新型コロナをに関して中和する力がなくて特にその S の場合に関してはあの AD がある可能性があるとでこれはえと全てがそうなのかどうか分かんないですけど少なくても抗体の方にはそういうかあの可能性があるのでヨーロッパでは特に 1+3 みたいな感じでその最初にその この3の部分のところで S の部分の抗体が先に出来上がっているところで G が入ってきたらその時にその AD が発生して重症化の方に行っちゃったとで日本は SK の自分で両方と向けてたのでここに関してはかなり軽く済んでしかも何というか細胞免疫の方でかなりガードしちゃったんで。 あまり広がらないいで済んだっていうことがあってこれが日本であまりなんとか重症化がなんかヨーロッパとかアメリカほどに起こらなかった理由ではないかということをそういうことを言ってるで上久保さんたちが言ってるのは S が流行したのは10月から12月でっていうのはこれはまだ中国で新型コロナウイルスが正式にその認知されてない頃なのでそれよりも2か月ぐらい前に S, S はなんかこう拡散し始めてて中国の中でも拡散してたし中国から日本に対しても拡散してきてたってそういうストーリーなので日本ではだからなんかやっぱり重症化する人が少ないっていうのはこういうあのメカニズムが働いてるんではないかという話なんですけどでもあの重症化する人は確かにあ,のある割合ではいるので。 逆に今度はそれがどうしてなのかという話になるとしたらこの先生たちの理論に基づいて言うとしたらやはり何て言うか日本は全員が最初に S の洗礼を受けてその次に K の洗礼を受けてそれから G の洗礼を受けたというわけではなくて S のタイプの洗礼だけを受けてそこに感染してで K は あの入ってきてたんだけどたまたまそこには触れなくてそれから G に感染しちゃったという人があのそれもそういう人もなんかあるわず,わずかな場合でいる可能性はあってそうすると S だけ感染しててそれから直接 G に感染しちゃえば AD が起こっちゃう可能性はあるのでそういう遭遇しちゃった人はヨーロッパとかアメリカのようになっちゃう可能性はあるので。 あのそういう人がある割合で発生したというふうに考えればつ、まあ、いとまが合わなくはないですからそういうふうな延長上で説明するということもできるという話でしょうね。なぜ彼がそういうふうに結論づけてるかというと,、えー、と今日の私の話の中ではあまり精密に言ってないですけど実はインフルエンザに関する干渉みたいな話があってでこの S が中国から日本に来てたこの。 10月から12月ぐらいの時期の日本の今年のインフルエンザの流行のパターンがどうだったかというのを各地域ごとになんかこうずっとなんか追っかけてるグラフみたいなのがあってこの辺の微妙なこの山がインフルエンザにあのずっと10月から12月後のどの時期に S とか K が来て干渉してる痕跡ではないかというようなことを結構細かいデータに基づいてこの人たちは納場してるので単に お話するだけこういうことを言ってるわけじゃないので、データを元にして論傷している話なので、論傷されてないところというのはあの、そういう統計データに関してはいろいろなものを使ってるんですけども、コロナウイルスがどうなのかっていうことは、まだなんていうか、これオンゴーイングの話なので100、100%はよく分かってない、科学的にはよく分かってなくて。 研究中の話ですけどなかなか大変ですよねこの種の話は。日本人の持ってる免疫系のなんか動き方とヨーロッパとかアメリカとか国によってもち違うがあるかもしれないみたいな話になっちゃうと非常に何というか複雑な話になってきちゃうんですけどもでそういうそのいろんなことが出てきてる中で前回の HA の話とこの話は僕の直感から見たレベルでもこの2つの話は。 ありだなってていう感じはしてるので、えー、っとなんでありだ,だなって思ってるかというと,、えー、っとこの10月から12月頃のあの状況ってまだコロナがどうこうって言って話す時代じゃなかったんだけども少なくてもうちの娘が10月から11月頃にかけてすごくなんか体の具合がおかしくなったとか言ってる時期があってちょうどなんか1か月ぐらいおかしかったとか言ってその時だから重症化はしなかったんだけど。 やっぱりなんか匂いとか食べ物味がしなかったとか言ってるしで今から思ったらほとんどコロナにかかってたんじゃないかっていう話もあるんだけどそれで結局いろんな薬が何も効かなくて娘は喘息でも何でもなかったんだけどお医者さんがたまたま今コロナに効くと言われてる喘息薬がありますよね喘息の薬があってそれを出してもらったらとてもよく効いちゃったんですってね。それで うん、でもなんかこういわゆるコロナが流行するとか言ってるもうなんか2ヶ月ぐらい前の話なのでその頃流行してるものとしては弱毒性の S だとかこういうタイプに感染しちゃったのかもしれないけど逆になんかそういう人が結構いっぱいいたんじゃないかっていう話があってそれでそうなるとこの S そ,そういう実態みたいなのが抗体検査で出てくるかどうかっていうのもわからないですけど。 身近でそういうのがあったのでなんかこの話は妙になんか納得する話なので直感的にありですよねこの話はねだからもうちょっとなんかこれから先もしなんかコロナウイルスがもっと変して新しいなんかもっと過激なコロナウイルスになってきてそれがまた暴れるみたいな話になると大変ですけどもそういう時にそのこのまま日本のこの状況が 維持されればやっぱりなんか国際的に見て非常になんか強いかもしれないみたいなところあるのでそれはなんかこのその前の SARS とか m ー r s の時も全然日本にはこう入ってこなかったであるウイルスが全く入ってこなかったというよりも日本人が受け付けなかったのかもしれないし新型インフルはコロナとは違うんだけど新型インフルもそんなに入ってこなかったっていろんなことがあるのでそういうこととの総合的に見てみた時に 結果的には民族的にはすごくなんていうか守られてる状態があるのかなという気はしちゃいますけど、そういう話ですね。はい。はい。えー、伊藤先生どうもありがとうございました。この話お話に共感された方はぜひチャンネル登録お願、ね、いいたします。それでは失礼いたします。あどうもありがとうございます。